皆さんこんにちは、次郎丸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はゆるゆる農園からミニ耕運機で畑の土作りやってみたいと思います。まず、古いマルチを剥がしていきましょう。一番手前はこの間植えた玉ねぎですね。その次の列がさつまいもをやってました。で、その向こうもさつまいもだったかな、あ違うわ、その向こうが夏野菜じゃなしに枝豆やってました。枝豆で、その奥が夏野菜、なんだろう、ナスビとかピーマンとかそういうのやってました。その向こうが里芋かな、なんかやってたような気がします。で、まあ田春に向けて新しい土をちょっと作ってみようかなと。ここはもともと田んぼでした。粘土質のぐじょぐじょのカチコチになるような場所だったんですけど、はい、ミニ耕運機エンジンのかけ方ですね。エンジンのかけ方ちょっと簡単なんですけど、燃料を開けます。でチョークレバーを右に倒して、そうですね、チョーク開けるってやつですね。でキルスイッチオンにします。スイッチオンで、このスタートロープを引っ張ればエンジンがかかるんですが、実はここへ持ってくるまでにちょっとエンジンかけて温めてたんで、チョーク閉じます。エンジンかかりましたとか、これかかってない、今かかった。で左側にあるブレーキレバーのようなのがスロットルになっているので、これをグイッと握ると車輪が回り出すという、そういう構造ですね。で右側がスピードレバーかな、右に時計送りにすれば高速回転。時計逆向きにすれば低速回転というふうに言います。これはホンダのね F220 こまめちゃんっていうやつですね。こまめです。キルスイッチを停止すればエンジンストップ、給油をバルブを戻して終了っていうことですね。これがこまめちゃんの基本の使い方です。じゃあ早速ちょっと固まってきた畑を耕していきましょう。まあでもこれもね、田んぼにかなり堆肥を入れてもう何年も使ってるので結構いい土なんですよ。いい土なんですけど、またさらに今日は土作りということで、あとですね、この後動画の後の方に土作りっていうのをやりますので、それも見てください。で早送り、同じ作業なんでね、早送りしていきます。画面の真ん中に影が見えてるけど、これは農業用の支柱に、支柱を立ててね、あそうそう、このホンダの小豆は小回りが効いて深く耕せる働き者です。ほんまによう働いてくれます。燃費もいいし、画面の真ん中の影は支柱を立てて、そこに GoPro7 をくっつけてで撮影してるんですけど、その機械の影はバッチリ映ってます。ウィンウィン言ってるけど、これを早送りの音で、別にそんな暴走族みたいな音を鳴らしてるわけではありません。これね、2か
感じで深く深く耕してくれるんです。本当に小回りの効いた機械だと思います。さすが世界の本体だという感じですね。故障もしたことないし、調子が悪くなったこともないです。メンテナンスも楽で、オイル交換も1回やったかなという感じで、まあ、オイル交換の交換用のオイルをね、フォーサイクルのやつ使えるんで、しかもあの量がちょっとで済むんでね、オイル交換をまめにやったらもっと長持ちするかなと思います。ビニールかかってる一番奥のところは確かスナップエンドウかそら豆かなんかそんなのを植えたと思いますわ。ふいごいせなあかんのでビニールかけてます。これ通常のスピードですね。そんなうるさくないんですよ。音も静かで。じゃあ早速耕せた土を柔らかくできたので土作り行ってみたいと思います。一輪車に積んできたのはトンプン堆肥です。これ完璧に乾燥させてるんで、もういい堆肥ですわ本当に。で、堆肥作ってるところ、まあブーちゃん飼ってるところからですね、分けていただきました。これはあの混ぜて上手に作ってあるんで、ちょっと購入したっていう感じになりますね。で次は牛糞堆肥。これはね土柔らかくなるんです。トンプン堆肥も土柔らかくなるんですけど、牛糞堆肥の方が柔らかくなるかな。あとあの今日は入れないですけど、バーグ堆肥っていう腐葉土みたいなやつかな、ああいうのもね混ぜ込んでます。この堆肥は牛を飼ってるところからね分けてもらいました。もう何もでも持って行ってやーって言うんでね、持っていくあのトラックだけはね自分で用意して自分で積み込んでいただき物です。まあ、こんだけ作業したら冬でも暑くなってくるので、ちょっと上は脱ぎます。上はあのワークマンで買ったブルゾンなんですけどね、裏にアルミニウムが貼ってあってむちゃくちゃあったかいんですよ。さすがはワークマンやなっていう感じですね。じゃあこれをトンプンと牛糞突き込んでいくので早送りしていきます。これネキリムシ、コガネムシの幼虫です。皆さんいてるんです、この畑には。あんまりね農薬とかやりたくないんで、まあ、食べる分だけしか作ってないんで、農薬とかは極力使わずに虫やら雑草と一緒に作物も成長していくっていう感じですかね。
印とかをね取り除きながら山で出てきた見切り虫です。何回も言うけど、ほんまによう働きますな、この本田のこまめちゃん。さすが、本田はほんまいい製品作りますね。ということで、次は軽く元火をもうちょっと入れ込んどこうかなと、まあ、作物植えるのは春なんで今から 1,2 ヶ月は寝かせるんですけれども、準備してたら植える時がね楽なので今からやっておきます。で、使うのはカキ殻石灰。これはね、2、3ヶ月寝かすんやったら、カキ殻石灰使わんでもいいんですけど、カキ殻石灰は、効き目が遅いんで、ゆっくり効いてくるんで、植え付ける寸前でも使って大丈夫です。だから、すぐ植え付けないなら、普通の石灰で十分大丈夫なんですけど、まあ、今日はカキ殻石灰使いました。あと、油かすですね。これも地耕性って言ってゆっくりゆっくり効いてくる肥料です。化成肥料も入れます。これは窒素リンカリ8対8対8っていうごくごく一般的なやつです。まあ夏の作物とか豆類とか芋とかね作ったんで畑がくたびれてるんで、ちょっとこれも入れとこうかなと。でまあかき混ぜて、ふわふわっと巻いていきます。ちょうど風向きがね南風、優しい南風が吹いてたんで、カメラの方に粉がかかれへんいい感じで巻きました。だいたいまんべんなくばらまく感じでもう十分ですね。あとは作物ごとにねちょっと肥料が違ってきたりするので、次は植え付けてからっていうことです。これをまたすき込んでいきます。とまあこんな感じで作業は完了ですね。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。また菜園の動画上げていきたいと思いますのでご覧ください。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ジロマルチャンネルでした。